美濃赤坂駅は、岐阜県大垣市赤坂町にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道、西能鉄道の駅である。JR 東海、JR 貨物の東海道本線支線、西能鉄道の市橋線が乗り入れる。付近の金生産から石灰石が産出されるため、その輸送のための貨物列車が1日3便発着する。ただし、旅客列車では終着駅である。 単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームに隣接する線路が、美の赤坂駅の本線となっている。また付属する木回し線が現存している。ホームは駅構内の西端にあり、その北端に駅舎が置かれている。駅舎は開業当時からの木造で、窓口は閉鎖されている。旅客駅としては、大垣駅が管理する無人駅で、隣の荒尾駅と同様に、 当い下導入並びに、駅ナンバリングの設定は見送られている。副本線は7番線と木回し線となりの2番線の2線。7番線は貨物列車の着発線で、ここに1発線が接続している。このほか、駅構内には複数の側線があり、貨車留置などに使用されていた。現在でも JR 東海の保線用車両が留置されることがある。 二番線当林の三番線には貨物ホームが設置されているが、現在は鉄道貨物の積み下ろし作業は行われていない。構内南側には、西能鉄道の機関区が設置されている。かつて駅東側の八橋大理石工場へ続く、専用線も存在した。なお、分岐器操作などの駅業務は、JR 東海より委託された西能鉄道が行っている。 岐阜県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。当駅の駅前には、性能鉄道が運営する、喫茶店、西鉄サロンがある。ありがとうございます。